You are listening to Ricky's Podcast College is brought to you by DJ Ricky がお送りいたします。Good morning! ポッドキャスト大学の DJ リッキーです。この番組はポッドキャストのことを勉強できるポッドキャスト番組をお届けしておりますが、今日のテーマはですね、ちょっとアメリカ話というか、日本の良さについてですね、触れていく雑談会をお届けしていきたいと思います。さあ、Apple Podcast をキーステーションにたまにお届けしております。よろしくお願いいたします。さあ、それの今日では、今日のテーマはこちら。16ヶ月ぶりに帰国して分かった日本の良さとは。ちょっと拍手が遅れましたけれども、今ですね、アメリカのロサンゼルスに住んでいるんですが、先日ですね、1年4ヶ月ぶりにですね、日本に一時的に帰国させてもらいました。コロナ禍を挟んで、コロナ禍帰れなかった方は、例えば3年ぶりに帰るとか4年ぶりに帰るという方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、私はコロナほぼ明けぐらいの2022年の4月にですね、アメリカのロサンゼルスに来まして、で2023年の8月に一時的に帰国しましたので、まあ約1年4ヶ月、16ヶ月ぶりですね、に日本に帰国しました。まあ、そのね、久しぶりに帰国した方とは、まあね、3年ぶりに帰国している方とかもいる中で、割と、まあ、短い期間でですね、帰国させてもらってるんですけども、まあ、改めてですね、日本の良さみたいなものをすごくね、肌で感じることがありましたので、まあ、今日は忘れないうちにですね、ちょっと記録を兼ねて、この番組でもお届けしていきたいなというふうに思っております。さあ、一つ目はですね、こちらになりますね。水が優しい。これね、本当に分かんなかったんですけど、日本の水はめちゃめちゃ優しいです。何が言いたいかっていうと、お風呂に入った時に、このね、体に当たる水のなんかね、圧みたいなのがすごく優しいんですよね。シュッととろけるような、なんかこの体に当たる水をね、感じたんですよね。で、その感じた状況なんですが、自宅がですね、まあ、いわゆるこう若干リフォームをしまして、トイレとか、あ、トイレやってないか、お風呂周りのね、リフォームをしたんですよね。でリフォームをした状態で、とうとうのちょっとこう泡も入るような水を、シャワーからね出したりしてるんですが、そのまあとうとうのシャワーも優しかったし、お風呂の水もなんかねすごく優しく感じたんですよね。このアメリカでもお風呂とかね、まあ、ちょっとした湯船的なものはあるんですが、まあ、アメリカのね浴槽ねすごくね浅いんですよね。ですからなんか休めるようで休めてないっていうような感じがある中で、久しぶりに日本にですね帰りましたら、なんとお風呂が優しい、お水が優しいこと、お風呂の水、そして、湯船ですね入ったらですね、なんかこうぬるぬる暖かいなっていう感じがしてですね、やっぱこれは日本にいた時に味わえなかった感覚なので、やっぱ日本でねすごい国だなというふうに思いましたね。で一番ね、なんか顕著に違いが出たのが、やっぱり、ね、ウォシュレット、このウォシュレットに当たる水も優しい。で、ちょっとこれ汚い話なんですが、なんだろうな、アメリカにいた時はずっとなんかね切れ字的な感じだったんですけども、日本に帰ってウォシュレットを毎回するようになってから、もういい感じに、ベンツいい感じに開通しました。はい。今アメリカに帰りましたけども、アメリカでもベンツいい感じです。まあ、これをね、今はウォシュレットなしの状況なので、どこまで維持できていくかっていうのね、ちょっと未知数なんですが、アメリカね、ウォシュレットがね、まあないんですよね、ほとんどね。例えばデパートのお手洗いとか行ってもないですね、ほとんど。で、例えば日本的ななんかね、こうウォシュレット入れるっていうことも、ね、できるんですけども、まあそこまでする財力もないので、ちょっと今はね、お休みしてますけども、でもね、なんかね、この日本のウォシュレット、そしてお水の優しさにはね、本当にね、改めて
感動しました。それでは2つ目こちらです。飯が安くてうまい。日本はね、やっぱね、安すぎると思う。まあ安すぎるっていうか、なんか物価が高くなってるとはいえ、まだまだ安いですよね。うん、ラーメン、一杯ね、近所のところで800円とか900円だったんですけども、アメリカでね、普通にラーメン食べますと、まあ、安くて15ドルですね。だいたい20から30ドルかかりますよね。で、それ日本円に直すと3000円とかするんですよね。まあ、餃子もつけたりすると3000円いっちゃいますね。だからね、日本のね、2.5から3倍ぐらいはするんですよ。でね、本当にね、味もまあ、いいところもあれば悪いところもあったりとかして、やっぱりね、日本のね、その800円から1000円で食べられる、このラーメン、これ最高です。最高でした。で、あとはコンビニとかでなんかね、たくさんなんかこう、例えばなんですかね、こうご飯お腹いっぱいになるぐらい買いかつちょっとしたこうなんかね、お菓子ポテチとか、まあ、アイスクリームとか、まあ、そういうの買っても1000円ちょっとじゃないですか。で、アメリカでそれやると多分ね、20から30ドルぐらいしちゃうんですよね。まあ、場所にもよるかもしれないんですが、なんかね、そういうこう、満足感、たくさん買っても1000円ちょっとっていうね、この、ものの、飯もうまいし、物も安いっていうね、やっぱりね、日本はね、本当に恵まれてる国だなというふうに思いましたね。普通になんかこう、アイスの層とか、抹茶とか、まあ、スーパーカップとかもあると思うんですけど、それでもね、美味しいよね。うん、日本にいた時はそこまで美味しいなって思わなかったけど、やっぱなくなるとね、この美味しさがすごいね、ありがたいなっていう感じがしますね。普通にアメリカでアイス買ったりすると3ドル、まあ、4ドルぐらいしますしね。今のね、物価というか為替レートというかでいくと普通に500円とかでしちゃうので、全然ね、高いんですよ。うん。だから日本のね、まだ、まあ日本も高くなってきているとはいえ、アメリカに比べればまだまだ安いので、いいなっていうふうに思いましたね。で、まあ、スーパーマーケットとかのね、価格とかで言えば、なんかね、オーストラリアのね、動画とか見るとね、すごい物価が高で、普通にスーパーマーケット行ったら1万円超えちゃうとかね、そんな動画も上がってますよね。やっぱね、世界の物価高に比べて、まだまだ日本は、まあ、うん、安い。でも、まあ、お給料が上がらないからね、やっぱそこはきついですよね。ちょっとお給料上げていただきたいなとは思いますが、そんなことを思ったりした次第でした。3つ目がこちら。300円の靴磨きのクオリティが高い。いや、このね、シューズポリッシュか。靴磨きのなんかそのあるじゃないですか。ウェルシアとか、まあね、グロッソリーストアっていうかね、薬局屋さんで売ってるような、この300円ぐらいの、まあ、ね、クリーム色に綺麗になるやつと、黒色に綺麗になるやつとね、靴磨き。これがね、めちゃめちゃクオリティ高いです。これをね、アメリカとか諸外国でなぜ売ってくれないんだろうみたいなね。これね、ほんと欲しいな。アメリカで買ったやつがね、シューポリッシュがね、非常に微妙だったんですよ。でね、なんかこう、ウェルシアで買っとけばよかったな、買いだめしたかったなって思って、今回、めちゃめちゃ買いだめしました。多分5個ぐらいですね、靴磨きのやつ買いました。なので、1500円ぐらい。まあ、それでも1500円なんですけども、まあね、やっぱ買いたくなるわけですよね。本当にね、これはね、やっぱ日本すごいなって思いますね。こういう、なんか安いものでもクオリティがしっかり担保されているところがありがたいなというふうに思います。あとは、なんだろう、買ったものとしては赤こすりとか、超固めの赤こすりとかが、これがね、めちゃめちゃいいんですよ。うん。これね、なんかね、なんだろう、アメリカにないっていうか、まあ、アメリカにあるといえばあるのかもしれないですけど、探すのめんどくさいし、やっぱ日本のね、この赤こすりのクオリティね、非常に非常におすすめでございます。何を言ってるのかよくわかりませんけども、赤こすりがいいです。はい。そんなことをね、感じたりしました。うん。まあね、これね、日本はいいところがいっぱいありすぎて、まだまだ語りきれないんですけども、
他にはね、やっぱ医療制度ですよね。3割負担、まあ4割負担とかいろいろあるかもしれませんけども、そのぐらいでね、医療をね、通えるっていうのはね、ありがたいなと思いますしね。アメリカで何かあったら、何かあって救急車で運ばれたらね、お金がない方は救急車で運ばないでくれっていう人もいますし、自分の車で行くからっていう人もいますし、あとはね、ER とかね、いわゆる緊急のね、病棟なんかね、病院のところとか行ってもね、緊急外来行ってもですね、めちゃめちゃ高いですからね。まあ、一晩でね、数十万円、ね、下手したら100万円とかなっちゃうこともあって、もう破産、一気に破産ですからね。そういう点では日本のね、まあ、健康保険制度、やっぱり医療制度は、まだまだ本当に優れて、まあ、優れて、まだまだか、かなり優れていて、まあ、安定してますしね。これね、外国人の方が日本に行きたいなっていうのはすごくね、すごくよく分かりました、今回。日本を離れてみて、日本の良さ、まあ、いいところもあれば、悪いところもありますけども、今回はですね、いいところについて、まあ、深く、まあ、ちょっと深くっていうか、浅くですけども、雑談形式でお届けさせていただきました。はい。日本を離れたいなと思っている方、また今海外にいらっしゃる方のなんかちょっとした雑談としての参考になれば非常に嬉しいなというふうに思います。ポッドキャスト大学的にはですね、海外にいるとやっぱ海外のポッドキャスターさんとの交流ができるということもありますし、海外で、まあ、こういうカリフォルニアとかにいるとですね、結構機材店とかあるので、そういうところに世界のね、その機材とかを扱っている方々の機材店に簡単に行けるっていうのが、まあ、近くにあって、それで行けるっていうのはありますね。昨年行った、なんだったっけな、今年か。今年行った内務省とかね、そういうのもすごく良かったですよね。内務省のレポートの、まあ、ポッドキャストも過去のオンエアに上がっていますので、気になる方はチェックしていただけたらなというふうに思います。さあ、今日のポッドキャストはアメリカ雑談、日本雑談ですいませんでした。よろしくお願いします。さあ、ちょっとね、久しぶりにポッドキャスト再開できたので、もうこれなんか、なんとなくやっとこうかなと思って、ちょっと今日も撮っちゃいました。番組の感想を送らないでください。つまんないかったと思うので、今日のは。さあ、新着また聞き逃さないようにには、無料サービスとコラボ便利です。あなたの朝時間にポッドキャスト情報や、こういったアメリカの情報に関してもお届けしております。暑いですね。アメリカも暑いんですけども、日本も暑いので、暑さしのいでお過ごしいただけたらなというふうに思います。Thank you very much for joining Ricky's Podcast College. This podcast has been brought to you by DJ リッキーがお送りいたしました。Have a wonderful and fruitful day. Don't forget your smile. 素敵な一日をお過ごしください。バイバイ。This podcast has been brought to you by DJ Ricky. そういえば、日本にいた時に市から救急車の陽性が逼迫してますってありましたけど、これアメリカじゃ絶対ないですよね。アメリカで救急車乗ったらね、すごいお金かかるんでね。いやー、気をつけないといけないですね。やっぱ日本はね、いいですね。この気軽にこう医療とか誰かに頼れるっていう、まあ逼迫してますけども、まあそういうね、お金のかからないっていうところはやっぱりいいところなのかなっていうふうに改めて思いました。ではでは、素敵な一日をお過ごしください。バイバーイ。